TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、D のんちです。よろしくお願いします。そして本日のお相手ははい、スープのコンソメ、クノールです。もえこです。飲みたーい。美味しいよねー。さあさっきはやった。大体切っちゃうんだけどね。今回はね、はい、我々、前半、もえこチャンネルでは、はい、ドラマ、うん、知りたいように限っての間、はい、5.5、そう、4.5、もう良かったからまだロスなんて、私的には、私も 5.5 見前、面白かったで、うん、面白かったよね。私はもうすごいおすすめしたいのができたんで、はい、今日は張り切ってこの番組に来ました。はい、自分の番組ゲスト感覚。はい、いやもうすごいよ、仕切るよ。今回はこれだ、ドゥーン、あれです、ペーパーハウス。おお、はい、これね、ペーパーハウスっていうのはね。はい、レビューはね、遠い昔にやってるんですけど、ね、それのパート4、シーズンが、それが、なんとネットフリックス、始まりました、はい。どこのドラマでしたっけ？なんと、スペイン。スペインで低予算から始まってんの。ねえ。それがね、もう今や、うん、もうすごいっていうね、昨日見たんだけど、うん、その、ネットフリックスがさ、うん、あなたにおすすめのがありますって来るわけじゃない。はい、それで、ペーパーハウス。あ、でも私のとこも、うん。来た、ペーパーハウス入ってた。前見たからだよね。一回見るからでしょ。ああ、ああ、うん。で、一気にこのシーズン。全裸監督、ものすごい勧められるもん。全裸監督とはまたちょっと違うけど、見方によっては全裸監督が、ペーパーハウス。これ、すーごい。好きな女優さんはどうなの、うん、今回は出てる。ですか。ただ、今回、はい、これちょっとネタバレはしない方がいいんで言わないんですけど、今回も惜しくも、はい、1、2、3と一生懸命スペインのこのチームでやってきたのに、死んじゃう人が。あらら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 。でさ、まあでも海外ドラマあるわけですよね、ある意味ね。そうだね。でもね、それでもさ、なんかさ、スペインのさ、意地みたいな、なんて言うんだろう。はい、スペインで最初にもう、なんていうの、認められて、スペインで流行ってたのを、ネットフリックスがもう、取り上げて、買って、もうこう、そうですよね。そうそう、2でね、すごい下がっちゃったみたい。ぐん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 下がっちゃったみたい。だからね、メイキングみたいなのが、すっごい長いメイキングがあるの。おー。あれはね、だから、そう、それも見れた。なんかね、全部シーズン終わった後、なんか、なんて言うんだ、あれ予告編みたいのがなんか出てきて、それをしたらすごい、ずーっとのメイキングだったんだけど、もう最初の頃はさ、その、スペインで、マドリードスペインにある、うん、その辺で撮って、うん、その辺撮ってたのに、もう今や、世界のどこででも撮れるし、もう、なんていうの、寺院も借りれちゃうし、象も借りれちゃうし、みたいな。象エルファン。エルファン。わあそれも借りれちゃうし、みたいな。すごい。もうだから、ネットフリックスのおかげでも、急にもう人気もすごくなっちゃって、ね、もう。株価すごいんだろうね。もうだからね、もうみんな興奮してるのが伝わってきて、うんうん、例えばなんか、ロケでさ、うん、昔は全然別に自由にどこででも結構撮れたけど、今はもう、撮れないんだ。ものすごい人が来ちゃうと撮れなくなって、もうなんかどの角度でやっても映っちゃう。なんかガラスなり窓なりに映っちゃって、もう。だけどあの人たちはさ、もともとそんな。何映っちゃってどういうこと？カメラに、どうやっても、その、なんていうの？野獣が。そう。すごーい。そう、映っちゃって撮れないとかが結構あったりとか。どうでもいいけど、黄色いな今日画面。そういうのもあって、その人たちはさ、まあ、ほら。田舎のっていうのもあれだし、スペインだけでさ、やってたじゃない。それがもうさ、どこ行ってももう、人が集まってくれたんで。で、いい人たちだからさ、まあ、だからさ、ちょっとありがとうってお伝えに行こうと思ってさ、その、まあ、広場の真ん中あたりのちょっと高いところにさ、主役の人ともう一人の人がさ、今日はどうもありがとうみたいにやったら、もう抑えきれなくて、周りの、こう、そっから入っちゃダメですよから、どんどん入ってきちゃう。機能系多いな。すごい。やっぱりすごいな。すごかった。闘牛の国だね。あ、違う国行っても。だから違う国でやっても。もう認知度がすごい。そう。フランスなりなんだ。もうすごい。ね、適当になってきた。いやいやいや、すごいよ。ヨーロッパ頑張れよ。主人公はね、でもね、一番の、誰が主人公っていうのも難しいんだけど、誰にでもやっぱ、
入っていけるようなさ、やっぱいろんな、いろんな人がいる。角度で。そう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 。でもまあそれなりに、あの、血とかさ、あるからそういうのダメな人はちょっとなるかもしれないんだけど、もうドキドキさはすごく。サスペンで捉えて。なんだな、強盗系。強盗も、強盗系。うん、そう、強盗系なんでね。あれでも感性はスペインの感性ね、きっとね。継承されてるよね、きっと。もしいろんなとこがさ、出資したりしてても。さ、俺自分とさ、同い年ぐらいのさ、俳優さんたちがさ、自分と同じ年ぐらいの。24でしょ？そうそうそう。俳優さんたちがさ、めちゃくちゃ渋いと思う。もうなんか、5回か6回聞き、もうもっとかな、なんか24でしょ？そうそうそう。なんだ、なんちゃったのな。歴史があるっていうの、なんか、すごいなって思っちゃったな。めっちゃかっこいいんだよね、みんな。すごいね。イブシギ。で、女の人もさ、すんごい若いの出したがあるじゃん。そうね。ね、どこもかしこもさ。だけどさ、ちゃんと。日本は特におかしいよ。ちょっとその。なんかね、本当にね、そう、日本で言うとだ、黒木ひとみさんぐらいな人だと思うんだけど、そういう人バンバン使ってきて、それも結構かっこよかったですよね。いいじゃんね。あとタトゥーも入ってる人たちもいっぱいいるし、石田ゆり子さんが特別になっちゃってるからね、日本の場合ね。そう、なんかね、ちょっと若々しく映らしてるもんね。でもあのさ、福山のやつはさ、ちょっとちょっとちゃんとした町年の終わりにね、町年すごいよく出た、町年の終わりにも間も出てこなかった。それの時はなんかね、買いだなって感じだった。すごい興奮してたもん。あれいい映画どころ、あれも見て、あれでもまだ見れないもんね。そうなんだよね。とりあえず、じゃあ、ネットフリックスに入って、はい。あの、ペーパーハウス。シーズン1、2、3、4まであるんで、あの、結構楽しめんじゃないかと。あと重要なこと言うと、いいの？キャリアによっては、ネットフリックス、無料でついてキャリア。あ、au とか。そう。あ、あれ無料なの？無料というか、うん、ついてくるプラン。放題にしたらもうそう、ついてきちゃうのよ。変えたら、au に。絶対いいと思ったって。絶対いいと思う、それは。あとね、ネットフリックスはどっから入るかでちょっとお金変わってくるから。あ、そう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 。これ言っていいのかわかんないけど。で、あ、でも、フールとかもあったもんね。あ、そう。あの、キャリアってか、それこそ、アンドロイドとドコモでとかね、あるとこもある。あと、スマホから入るか、パソコンから入るかで、全然違うから、これ。ね、これみんな言ってるだろうから。まあそんな感じで、はい、ぜひ、ネットフリックス入って、ペーパーハウス。もうこれはね、もう本当に、もうね、あの、損はさせない。はい、みたいなと思います。毎月、だからランチ2回我慢して、ネットフリックス。1回でもいいかもね。でもさ、それやるとさ、30にさ、増えないぐらいいろんなの出てきちゃったね。ね、いっぱい。ねえ。もう今1週間ぐらいかね。あの、いっぱい入るやつ。入るの。ねえ。もう一個大きい。ここだけは負けないように頑張るね。今いくつぐらいあるしてるんですか？大体。4号はいってるよね。ね。4号だとそんな変わんないよ。あ、あ、これだけ？あれも入れていいの？いいよ。あ、ダメだ。この、YouTube で入れないやつ。YouTube で。YouTube で入れないやつ入ってんの怖い。違う違う。アマゾン。え、エロいやつ？違う、アマゾン。それでは、どうもありがとうございました。それじゃあまた。ライブ入ってます。また明日でーす。